京光高速航路京光高速道路、英文表記、ジンガエクスプレスウェイ、ピンオト、ジェインジー・チェジースー・ゴンルーは、北京市からハルビン市に至る中華人民共和国の高速道路。現在、北京区間の長さはおよそ1 0トルである。路面は凹凸が多く、夜間の運転には危険が伴う。また、インターチェンジは少ない。傾高速道路は、 北京市とハルビン市双方の一文字を組み合わせて命名された。京行高,高速道路京行高,高速道路その他の高速道路その他の高速道路主な経路、北京市沿行状況、北京市区間は全線開通済み。尾行、地図上では京2快速道路と接続しているように見えるが実際には接続しておらず、通州区の北韓ロータリーで終点となった後に、 数キロメートルの一般道を挟んで接続している。1988年に着工され、1990年に開通した。渓谷高速道路とともに中国最初期に開通した高速道路の一つである。渓谷高速道路はもともと山海間経由で北京市とハルビン市を接続する道路として構想された。高速道路区間は河北省の燕港までで、以後は 管轄が変わり、g 1に国道として、ハルビン市へと続く。すでに京新高速道路が市内に接続しているため、京高高速道路が市内へ延伸される見込みはないと思われる。2004年12月、西場総と北関ータリー間の渋滞ポイントを解消し、京通快速道路と京高高速道路間の2 5トルの一般道部分を高速道路で連結する計画が、 地元マスコミに公表された。2005年5月17日から路面の改修、夜間に対向車のヘッドライトを遮る新しい中央分離帯の設置といった大規模な道路工事プロジェクトが実施された。同年6月中旬までに北韓ロータリー付近の改修が完了した。同年8月には新型の道路標識が設置された。全線にわたって 制限速度時速9 0トルとなっている。速度違反自動取り締り装置は三景橋にのみ存在する。早々沿行の区間が有料。四車線両行不良放置され、かつ荒廃したように見える。両行、大きな交通渋滞は発生しない。三景橋、早々、白病この高速道路には、サービスエリアはない。北京の環状道路、三景橋で、 北京六環路と接続する。K2 快速道路、通州区北間ロータリーの数キロメートル西で K2 快速道路と接続する。ありがとうございます。